こんにちは。今日はですね、私がやっているプロフィール写真撮影ですね。これをどんな感じでやってるかと、まあ、どうやっていろいろ道具も多いので、どうやって効率的にやってるかというところでお見せしようかと思います。まあ、これは実際にですね、今日撮影の直前なんですけども、まあ、これからちょっとお見せしようかなと思います。まず道具なんですけど、まあ、メインのカメラはこれですね。これ、ニコンの Z9 っていうもので、もう一つがこれですね。で、ソニーのアルファ1というのを使っています。で、2台持っているのは、その、まあ、レンズ取り替えのタイミングも、ちょっと、手間もなくしたいなというのもありますし、まあ、ちょっと違う使い方っていうのができるんで、で、屋内と外とでまたちょっと違ったりもしますし、その現場をよく知ってるか、そうじゃないか、お客様のオフィスに伺って、撮影するかどうか、まあ、そういったことにも、によっても、まあ、カメラやレンズは変えてます。で、この、こういったリュックにですね、カメラリュックに、こうやって持ってきてるわけなんですけど、これに一つで来てます。で、これどういうものがあるかっていうので、ちょっと今お見せしようと思うんですけど、こんな感じですね。で、今、この落ちたのがこの三脚で、この三脚はここに挟んでるんですよ。この横に挟んでるんで、持ち運び、それで持ち運べるんですけど、で、こっち側、これめちゃくちゃですね、折りたためるんですよ。折りたためて軽いんで、ベルボンの三脚なんですけど、これを愛用してます。昔はめちゃくちゃこう肩に、担いでたんですけど、これが あるおかげでリュックに刺せばいいっていうことにはなってます。で、これがライトのスタンドですね。ライトでストロボの スタンドです。で、これよく見たらここの電気をつけろ電気をつけました。で、これをいっぱいまで伸ばして、で、セッティングすると、これは照明ですね。照明の方のスタンドで、三脚で、で、こっちがカメラを載せる三脚ですね。で、三脚なくても撮れるんですけど、三脚があった方がちょっと自由度が高まるんで、私は使う派ですね。お、ほら抜けた。で、これをいっぱいまで伸ばして、よし。で、こっちはカーボンです。カメラの押せる方はちょっとカーボンでより頑丈なやつにしてますね。で、次にセットするのが、まあ、あとレンズなんかもここに多少入ってるんですけど、このこのストロボですね。これをこっちにつけて、
このストロボをつけるんですけど、これがすごく便利で、プロボとのソフトボックスのやつなんですけど、こうやってカチャってやるともうすぐ使えるんですよね。で、マグネットでこうやってくっつくんで、もうこれでだいぶ楽になりました。他のやつだとですね、ね、こう折りたたまなきゃいけなかったり、その折りたたみも結構複雑だったりするんで、もうこれちょっと高いんですけど、高かったんですけど、まあ、良かったですね、買って。まあ、繰り返しやることは効率化するっていうのが鉄則ではありますんで、で、こんな感じですね。で、カメラの方は、ちょっと、このウンダイっていうのを使います。で、これをはめて、で、これだとちょっと角度がだいぶ、あれなんですよね。自由に動かせるんで愛用してます。で、こんな感じですね。で、あとは延長ケーブルとかいろいろ持ってきてはいるんですけど、ひとまずこれでだいたいセッティングはできてはいるんで、こっちにしよう、こっちをまずつけてみようかなと思うんですけど、で、こんな感じですね。こんな感じにすると。で、ここのストロボを光らせるのがあるの。離れたところのこのストロボを光らせるこれをつけます。これもプロボトのものですね。で、ちょっとまず電源入れてみて、で、こっち側に立っていただくんで、ちょっとこっちに行って、これをこんな感じかな、この辺にして、で、ちょっとテストをしてみると。で、あとはこのケーブルですね。このケーブルをパソコンにつなぎます。で、そうすると撮った映像がそのまま見れるんで便利なんですよね。で、無線でもできるんですけど、やっぱこの私は基本的に無線派なんですけど、これ有線の方がこれに限ってはめちゃくちゃ早いんで、有線ケーブルを使っています。ちょっとこっちこんな感じですね。で、このケーブルをカメラにつないで、これはこんな感じで、こんな感じで縦にもなるんで、こんな感じですかね。で、ちょっとこれでカシャってこっちが光るんですよね。光るんで、で、ちょっとまた光の調整はこの後やるとして、で、ソフトキャプチャーワンっていうのを使ってるんですけど、これがやっぱ使いやすいですね。ソニーの純正のやつだと、ソニーとかメーカーの純正のソフトって使いにくいんですよね。使いにくいので、で、これで今こうやって、例えば何もないところを撮ると、こんな感じですぐ転送されるんですよね。今壁だけなんで何もないですけど、あ、ちょっとか。まあ、こんな感じですね。こんな感じで
転送されるって感じですね。で、まあ、あとは延長ケーブルを特に、まあ、Mac は大体充電が持つんで、まあ、問題ないかなと。で、あとこういうこれレックっていうやつなんですけど、これでこのレンズの汚れとか結構取れるんですよ。で、お客様にお見せするパソコンの画面なんかもこれで拭いたりとか、まあ、事前にはもちろんやってますけども、まあ、そういうことやってます。で、レンズは70-200 の F2.8 とこっちが135の F1.8、 今日ちょっとこの後外でも撮るんで、もうその時によく使えますね。で、あとは、まあ、こういう85mm の F1.2 っていうのを持っていて、で、今その YouTube で撮ってる24-70っていうのもよく使ってます。で、これが、まあ、これですね、これでもちょっと撮っとこうと思って、このライカの 50mm F1.4 も大体持ってきてます。で、こんな感じですね、こんな感じでセッティングが終わってって感じでっていうのになってます。で、まあ、バッグ一つに入れて、ね、この私はアシスタントとかそういうのではなくて一人でやってますんで、一人で撮れるような設備ということで、こんな感じで考えています。ただ、まあ、カメラバッグは大きいですね。カメラバッグをサササッと入れられるんで、まあ、いろいろ2個3個持っておかなくてよくて、で、このマンフロットのカメラバッグって、まあ、こんな感じで区切りが仕切りがついてるんですよ。で、これを自由に入れ替えてっていうのができますし、望遠レンズなども入りますし、で、ここにパソコンとタブレット入れるところが2つあるんですよ。で、これ2つあるっていうのが便利で、で、他のソフト、そうですね、バッグを買った時に1つしかなくて、そうするとパソコンしか入んないんですよね。で、旅行行く時タブレットを入れたりとかするのがあって、そうするとタブレット入れる場所がないみたいな感じになるんで、まあ、これが重宝してます。これ一番大きいやつなんですけど、バックローダーバッグってやつか。で、ここに三脚入れてみたいな感じにしてはいます。まあ、こんな感じでやってますんで、で、やってますって感じですね。はい。まあ、そんなところで今日、プロフィール写真撮影どうやってるかということでお見せしました。じゃあ、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。